山川隆二、山川隆二、山川隆二。1970年4月2日大は、日本の元プロレスラー。本名、山川誠二。北海道川上郡手鹿賀町出身。身長176.5センチメートル、体重90キログラム、大日本プロレス所属。1994年10月25日、神奈川、南足柄市体育センター。 タイポイズン沢田戦にてデビュー。以後、ナウ、1994年、東京プロレス、1994年から1995年、大日本プロレス、1995年タイと活躍の場を移してきた。リングネームの改名歴は、本名で、デビューの後、1996年8月に、リュウジ参戦と改名したがすぐに、現在の山川リュウジへ改名した。 不死身という言葉を、不自身と間違えて書いてしまい、以降彼の通りなどして定着してしまった。第2本では、シャドウ WX、本間友明と共に、新世代デスマッチファイターとして活躍。1995年には総合格闘技も経験。師匠格の剣道長崎が、バーリトゥード修行に、ブラジルに渡った際には同行し、共に、マルコ・フアスの道場で修行。 滞在中の10月22日には、バーリトゥードブラシルオープンに出場。無タイのブンシマ・ローンと対戦、ギロチンチョークで敗退する。1999年5月30日、新川崎大会で、b j w 認定デスマッチヘビー級王座を、初、はじめ間。2000年2月22日後楽園、金村金太郎の持つウー、ハードコア王座に挑戦し勝利。 その年の8月29日後楽園では、残陸が保持していた、デスマッチヘビー級王座にも挑戦したが、敗北を喫する。2001年3月18日、博多スターレーン大会で、試合中、ワイフビー,イーターが、エプロンから場外へのネックハンギングボムを狙った際、距離を誤りフロアに後頭部を強打、頭蓋骨骨折により、意識不明の重体にまで陥った。 療養期間を経て、同年12月2日、横浜アリーナ大会、ウー、ハードコアタック &BJW タック両選手権、試合、メイン SKO、関本大輔、BJW タック王者組、VS 山川、金村、ウーハードコアク王者組で復帰するも、後遺症による左半身麻痺と追看板ヘルニアの、併発で、思うような試合展開ができないばかりか。 日常生活にも影響を及ぼしていた。特に、追患板ヘルニアに至っては、腰を打って、MRI 検査で発見されるまで、一切気づかなかったという始末。医師からも、舐めたら、えらいことになっていたとまで言われた。実際、山川は、そのような状態にまで陥っても、デスマッチを最後までやりこなしていた時もあったが、あまりにも試合内容が不甲斐なく、 リングネームを本名に強制変更されたり、友人と称するマスクマン、ミスター大日本としてリングに上がったりとしているうちに次第に容態が悪化。2004年9月26日の後楽園ホール大会を最後に1年間の休養を取ることになった。休養後は北海道に戻り、2004年12月1日、札幌、すすきので、スナック、 すすきのプロレスやマリを回転。その傍ら、体調を戻すため、トレーニングに励み、第日本の札幌停戦ホール大会開催時には、団体の PR 活動も行っていた。1年経過の2005年10月14日、後楽園ホールを訪れたが、気持ちの整理がつかないこと、万全な体調ではないことなどを理由に、無期限へと切り替えることを発表した。 2006年5月5日、横浜赤レンガ大会前、6月以降のカツラスタジオ大会を実験的な大会と位置づけ、新たにデスマッチファイターを公募する記者会見で名優シャドウ WX から山川がカツラスタジオに出てくるのも一つの手ではないかと発言。これに奮起した山川は7月、札幌の店を週末のみの営業とし、横浜。 カモイの道場に泊まり込んでの練習を開始。2006年9月23日、コシイガヤ、カツラスタジオ大会にて、兄貴分としたう金村金太郎をパートナーに迎え、同期の黒田哲宏、シャドウ WX を相手に再起戦を行い、復帰を宣言。しかし、追感版ヘルニアは感知していないため、実況席で見ていた、統括部長、当時、都半坂江からは、 頂点を目指すレスラーとしては、ノーだと厳しい評価が、下。10月の後楽園、ホール大会で、FMW 軍として、黒田、田中正人と組んだ金村から、関本に一回田中と組んでみるように提案した際、脱サダサで、もうどうしようもないけど、参戦もオール。と参加をほのめかし、これを受けて10月29日、札幌定戦ホールにて、金村、 黒田と組んで、関本、佐々木義人、田中との6人タッグマッチに出、この時、右肩手術のために、長期欠場が決まっていた田中から、お前も追感板ヘルニアを直して、第一戦に戻れと提案された。その後は、北海道に戻り、第二本には、スポット参戦の形態を取ることとなる。2008年春から、アジアンプロレスプロモーションの興行に参戦。9月、 新規バファーストリング大会、自身4年ぶりの東京での試合に、12月には横浜文化体育館に参戦したが、どちらもデスマッチではなく、通常ルールでの試合となった。2009年8月19日新規バファーストリング大会、8人タックトーナメントにおいて、7年ぶりの蛍光島デスマッチを2試合行った。しかし、その後は、試合内容の悪さから、 2010年5月4日、横浜文体、第2本15周年記念工業の参戦を最後に、再び休養に入る。2010年10月、都半から引退を勧告され、引退に向けての練習を行うことを決定。2011年にはスナックを札幌から横浜へ移転し、横浜道場での練習を開始。2011年11月22日、後楽園。 大会、休憩明けの挨拶にて、都藩社長から最終期限を2012年7月15日、札幌定戦ホール大会とすると宣言。12月6日、新規バファーストリング大会にて復帰。ここから引退ロードとして、蛍光灯から有志鉄線、ファイヤーデスマッチや月光闇打ちデスマッチなどをこなし、2012年7月15日、 札幌停戦ホール大会、蛍光灯プラスもスンクギボードデスマッチを持って引退した。引退後は健康運動指導士の資格所得を目指し、スポーツを通じた社会貢献活動に取り組むことを表明。大日本プロレスでもスタッフとして会場内に姿を見せつつ、横浜のスナックの営業を続している。2013年3月2日、レスリングニュークラシック。 横浜ラジアントホール大会に特別レフェリーとして参加した。ジャーニーセパレートウェイズ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。